シリンダー状のピッキングピッキング行為とは、錠前を鍵を用いることなく、また破壊することなく、ピックなどの器具を用いて解錠する行為である。なお、鍵を使わない、解錠行為としては、物理的に錠前を破壊して開ける、破錠などがある。ピッキングはいわゆる、鍵屋にとっては、さして特別な技術ではなく、顧客が鍵を紛失した際にアフターサービスなどとして行われており、 講習会なども開かれている。典型的なシリンダー状の場合、テンションと呼ばれる器具とピックと呼ばれる器具を併用し、熟練すれば10秒程度での会場も可能とされる。ピッキングを用いた会場による住居侵入はドアや窓ガラスの破壊による侵入などと比較すると痕跡を残さずに侵入でき、異常が察知されることが少なく、 窃頭犯が屋内を物色中の安全を確保しやすいと考えられる。日本ではまだミワロックのディスクシリンダー状などが一般的であった。東京都内では1993年には69件に過ぎなかったピッキングの認知件数が2000年には1089件にも達するなど大幅な増加を見せた。だがその後は減少に転じ、 2002年には4306件となった。一般的なピッキングツールのセット、フックピックダイヤモンドピックボールピックレールピックピック、ガンのアニメーションピックガンテンションピッキングに対応して、全国防犯協会連合会は、防犯性が高いと認定したものを CP 認定上 CPC 認定上として認定を行っている。これらでは、 従来のタンブラー状を改良したものや原子ロックなど様々なタイプのものがあり従来型のドアにも大掛かりな工事なしに取り付け可能な製品も多く出回っているこのような錠前においては本職の鍵屋にとってもピッキングでの会場は困難であり破壊による会場が行われることもある日本において業界大手のミワロックは鍵の本によるインタビューで 1991年には、すでにこれまで一般的であったディスクシリンダー状より、防犯性の高いロータリーディスクシリンダー状を発売しており、価格差もわずか500円に抑えられていたのであるが、ピッキング被害が社会問題となるまで市場はこれを選ばず、企業として積極的な広報、販売努力が不足していたのではないかと振り返っている。その一方で、 日本においては2003年に特殊会場用具の所持の禁止等に関する法律が制定され、会場道具の所持は乗務業者が業務で使うなどの正当な理由がない場合は違法行為となった。同法ではドライバー、バール、電動ドリルなどの工具でも認められる場合がある。なお、ピッキング対策を講じても住居侵入の手段としては、 サムターン回しカム送り会場や鍵の破壊による侵入がありうるし、会場や波状によらず扉や蝶子街を破壊する手口もありうる。さらに扉以外の窓やベランダからの侵入などもありうるため、住居侵入を防ぐには、総合的な防犯対策が必要である。ありがとうございます。